罪になる子供を売ってる。確かに自分の子である。ただ不思議なことにいつの間にか目がつぶれて青坊主になっている。自分がお前の目はいつつぶれたかの回答を聞くと、何昔からさと答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。時々鷺の影が闇に刺す。田んぼへかかったねと背中で小僧が言った。どうしてわかると顔を後ろを振り向けるようにして聞いたら、だって鷺が鳴くじゃないかと言った。すると果たして鷺が二声を吠えた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていてはこの先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと思いをした途端に背中でふふという声がした。何を笑うんだ。子供は返事をしなかった。ただお父っつぁん重いかいと聞いた。重かはないと言うと、今に重くなるよと言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。田の中の道は不規則にうでってなかなか思うように出られない。しばらくすると二股になった。自分は股の根に立ってちょっと休んだ。石が立ってるはずだがなと背中で小僧が言った。なるほど、八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には左日が久保右堀田原とある。